天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。最近ねちょっと、まあ腰痛も関係あるんですけど、足を鍛えようって思いました、まあ足で血流良くなるとか言うじゃないですか、はい、で足めっちゃむくみやすいし、移動、それこそ移動で、もう、だるなってくるやん。はい、で、運動しようと思ってね。とんでもなくだるい時あるよな。もう無理ちゃうかって思う時あるな。何これ。うん。足、なんかもう痛すぎてパン、チクチクして。はいはい、そう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 。これは、チクチクしてな。チクチクしちゃうのよね。キューティーハニー以来の。どうすることもアキアノットの時あるもんね。ある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 。それで、ちょっとスクワットをね、楽屋でやってましたね。はい、真澄さんもね、一緒にやって、来たというか私が一緒にやらしたんですけど、はい、マスミちゃんがやっぱヒップアップしたいって言ってたから、はい、ちょっと一緒にワイドスクワット、だからこれから毎日一緒にしませんかっていうことを今ラジオで急に言って、お誘い文句、そうそうそう、だからここでやるって言ったらもうやることにはなるんですけど、でもそれは人間としてね、はい、できない方に合わせるっていう覚悟はできてる。どういうこと、どういうこと、マスミさんのペースってことですか、うん、そうそうそう、はははは、そのスピード感、スピード感とか回数とか。回数は合わせられませんよ。私はね、本当は30回やりたいんです。一気に、うん。やけど、ますみちゃんにさ、この間、ちょっとワイドスクワット一緒にやろうって言って、お尻ヒップアップしたいんやったらって言ったら。はい、広島の現場でやで。そうそうそう。で、何回 ?5 回って言ってきたから、あかんよーってなって。え、私。5回なわけないやん。マジで家で4回とかやって。やらん方がマシやから。でも深いでーでも深いでー、話に。4やったら意味ないから。いや、私の4は深い意味があるでー。あ、ほんま？うん。意味ってないよね、それ。意味深やで。いや、意味深なスクワットなんかないねん。いや、やっぱ。誰もが振り向くで。え、嘘やん。ほんま。家でやっとんねんから、もう。ほんまげ。ほんまげ、ほんまげ。ほんまげでや、なしに。密室の4回意味ないから。だから、楽屋で、1日何回って決めて、一緒にやれば、まあまあ、大抵毎日仕事あんねんから、ね、これ強制的にできるじゃないですか。で、お尻をね。それはでもさ、ヒップアッパーになる？スクワットの、深いやつって、やっぱお尻と太ももちゃうん。ああ、前ももやな、それこそ。うん。それやったらもうあれしましょうか？お尻のメニュー組みましょうか、私が。はい。パーソナルトレーナーとして。いけますか？え、できますよ。でも、竹内さん腰悪いから、あんまりお尻、まあ一緒にやらへんよ。だから、あなたを押さえつけて、やらすんやん。シリをね。シリを押さえつけて、はい、もう、あと20回言って。どうですか？パーソナルトレーニング。いや、もうしたいよ。やりますか？うん。でも、その相方やから、いやいや、今日はもうちょっとな、そんなな、とかなしやで。まあ、やれって言うて、私が。いややれよ、お前、お尻、ヒップアップしてやったらよって。やるわ。やんのかい。やっぱりすぐ折れるやん。態度悪いけどやるやつ。もうやもん、やるわ、まあって。私のお尻はでもあれやで、柿やろ、柿やし、高島屋とかで売ってるエビとかをプレスしたおせんべいぐらい、ペラペラやで、うん。なんで上等やねん。で、イカミリンとかでやるの。車エビとかをプレスしたそのままの姿焼きせんべいみたいなぐらい。美味しいねそれ。一個一個。平らやで。いや、平らなのは分かってますけど、うん、それは、私はね、YouTube で、そういうの動画見るの大好きなの。うん、部分痩せの動画。なるほどな。ほんで、寝転んで、ほんまずっと寝転んでてね、うん、寝転んで3分、寝転んで8分、寝転んで5分とか、いろんなのがあって、いろんな人がおって。うん、私はもうこの動画がいいなっていうのをピックアップしますので、はい。その合間で。さんがやってくださる。ね。まあ、合間ね、そんな、忙しいとはいえちょっとあるもんね。あるでしょ、うん、だからラジオ撮らして、うん、お尻上げさせて、あ、お尻上げさせて、で私は腰のストレッチしてね、うん、楽屋大忙しでやりましょうよ。 OK、 じゃあやろう。それでヒップアップしたらマジですごいから。分かった。ほなスクワットは頑張るわ。てかスクワットじゃなくてもいいわ。もうじゃあ尻だけに特化したやつやろうか。ほな、まあでもスクワットは結局全身運動、そうやね、うん、お尻っていうよりかはほんまに全身運動にいいから、はい、うん、やった方が絶対いいね。じゃあやろう。でちょっと痩せてるから膝への負担は少なくなってると思うね。なんかやろう。6。出てますみちゃん。え、で数が気持ち悪いね。ずっと4とか6とか偶数なだけやん。偶数っていいね。じゃあ10の倍数でいきますよ。そら、え、竹内さんは30は連続でやりたい感じ？ 30 ぐらいがいいかなと思ってるんです。連続で。なるほどね。うん。ほんまはそれ何セットかやろ普通は。はぁ。いやだから私はもう腰が痛いからあんまいっぱいやったら、うん、多分よくない。すごいよな、でも30連チャンでいけるって。でも、
きついよもちろん。あでもあれちゃうか、ちゃんとした形でやってないんだよ。だからだそんなに嫌な顔。えあれ違うか、えあれ違う、だからちゃんとした形でなできてないから結局そんなに負担かかってないんだわ。えじゃあ正しい形ご存知なんですか。はい。あじゃあそれで習ってやりますわ。それでやるとね4回から限界なんですよ。松見さんインチキがおるやん、インチキパーソナルジムトレーナーが。ツボ配ってます。ツボ配って、ツボ配ったら意味ないね。買わさな収益ないやないかい。それツボ配りです。いやツボ配りは言いませんよ。ツボ配り松見です。バリカーった名字やん。市役所で揉めるやろちょっと。ツボ配り、ツボ配りと申します。ツボ配と書いて。バリくん読みやんけ。何やねんツボ配り。えじゃあやりましょうちょっとそれね。そうやな、だってねあのこの間そのだから30回やろうって言って、うん、あのやりだして真澄さんが5回でごねたんですけど、うん、いや30回やるって言ってやったの。あれでも結局20回じゃん。あそうか、うん、結局5と30の間取って20回にしたんですけど、あの20回 やったんですけどね、12回ぐらいから上沼美子さん出てきたんです。あーめっちゃきつい。だって私そんな連チャンで10以上したこと、10まではしたことあんねんけど、はい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 、それ以上自分でしたことないから、うん、めっちゃきつかった。上沼美子さんが寝とるじゃん。ああ来てる、ああやばいっていうね。まあまあじゃあちょっとあの皆さん見ててください。これでヒップアップしたらみんなの希望になるかもしれない。いやだってさゆの話もこのラジオトークでさ、もうえってってぐらいしてるからさ、さゆの生み出したんですよって言ってくれてる人多いやん。そやね、さゆニストがね、さゆニストが増えてきてるやん。マジでさゆ始め、さゆチャレンジ私もやってるんですってめっちゃ言ってくれるような。そうそうそう、地球売りの時に。そうだからあのやっぱいい影響を及ぼすラジオでありたい。でこっちが今日飲んでなくて、あやばいってなったもん。さっきギクってするような、うん、うん、そうなんですよ。だからね、我々のあの言った緊張感にもなるし。そうやね、ね、やっていきましょう。えだからさ、あの左右がいいって言ってさ、熱いお湯がまあいいわけやんか、うん、そこにカルピスの原液とか入れたらええんちゃんとか思ってんけど、それはいよいよちゃうなって思っ、うん、てくれた思ったで、さすがによかった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 、あれ左右の概念じゃないかこれはって。バリ吸収良くなってるやん、ほっかるやんっていう。ほっかるやん、ただの。でも蜂蜜まではセーフやけどね。そう、むずいよな。うん、でもやっぱまあまあ、むずないか、質カルピスを入れへん、それだけや。まずみちゃん、それでいいんですよ。ホットカルピスうまいで、でもそらうまいで。まあでも基本的に機能としては、うん、あったかいな、得られてるんですよ別に、うん、お腹にも優しいしカルピスは。確かに、うん、乳酸菌ね。そうそうそう、ただあんま身が加わってるっていうだけで、うん、吸収が良くなってるっていうだけで、はい、まあそれをやっていきましょう、はい、ね、ヒップアップとね。ほんでね、ちょっとふと思ったんですけどね、うん、あの全然話変わりますよ、はい、あの売れ切るとするやん、もう、うん、あもうええわっていうぐらい売れるとするやんか、うん、そしたらさ、まあ、ちょっと自由な仕事といいますか、うん、できるやん、何でもこう、はいはいはい、そうやったらさ、あの私 こんな番組やりたいなっていうのがあって、うん、あのキリンの川島さんと、はい、かまいたちの山内さんがやられてるあの漫画紹介する、あ、はい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 、深夜でやってる漫画、ごめんなさい、私もタイトルを今言ってる、なんやったかな、あるでしょ、ある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 、あれ大好きで、うん、いやしめっちゃ楽しいね、多分ご本人たちがめっちゃ漫画好きや。うわー、ちゃんと見たことないな。いや、まあ、言ったらほんまに好きな作品紹介するんですよ、うん、漫画の。でこれがこうだよねって、まあ、お互い詳しいから知ってて、うん、あれ結構さ、マジで若手の漫画好きの人出てるよな。あ、そうね、そうね、そうね、たまに、うん、そうそうそう、やし、なんか漫画家の先生からのアンケート、答えてもらったアンケートを読んだりとか。へー、いいなあんなんって思うんですよね、うん、またあの気心を知れた芸人で、うん、2人で、はいはいはい、好きな本の話したりとか、うん、あんなんめっちゃええ。なんか若林さんとかもなんかやってなかったっけ。若林さんもやられてましたか、なんか本の、それこそ本の、うんうん、ちゃうか、普通にあれアメトークのあれかな、スピンオフみたいなのもあるよな、うんうん、どう、マスミちゃんなんかさ、こう、うん、言ったらちょっと、うん、ゴールデンとかじゃない、力抜いて、うん、なんかこうリラックスしてやる番組とかさ、いいやん、売れ切ってから番組な、うん、なんやろな、まああれはいいよな、普通に食べ歩きとかはいいよな、ロケとか、はいはいはい、はい、もうなんていうの、何するとか決まってへんやつ、ぶらり系、そう、旅サラダやもんした。旅サラダやな、じゃあじゃあ旅サラダや、温泉入ってな、うん、とかもいいし、なんかあのほんまに千鳥さんみたいなコンビで、うん、あのまあ、いろはに千鳥とか、まあ、あれは多分行くとこ決まってるんでしょうけど、いろはに千鳥はマジでずっと見れるな、めちゃくちゃ面白い、面白い、面白いけど、あれほんまにただロケしてるだけちゃうな、やっぱりほんまに、うん、笑い先生ちゃうわ、千鳥さんの、えちゃんとお笑いの技術山盛り詰まってる、千鳥さんがさ、ほんまになんていうの、人とか、うん、場所のきっかけなしにもうおもろいやん、ずっとおもろいノリができるから、ね、もちろん2人でのさ、でね、トークも面白いし、はい、その関係性もいいから
何も別にボケてなくても面白いねんけど、うんうんうん、やっぱりちゃんとあなんかそんなにもしかしたら取れ高ないかもっていう時もあるやん、うんうんうん、そういう時はしっかりやっぱこうちゃんと今からボケますよっていうゾーンあるよな、なんか。そうやな、あ、これね、お前あれなっとんちゃうみたいなんで、しっかりどっちかが振って、はいはい、で、うんうんうん、あれあれやりに行くっていう。あれも、じゃあそう考えたら気楽な番組ではないですよね。なほんまにストロングロケやな。だ、うん、けど自由度が高いなって思うね。はいはいはい。いいなっていう、その。うん、ほんで、めっちゃ何本撮りとかで、こう一気に撮るって、うん、そんなん言ったらもう、そんな安友さんのどこ行こうなんかめちゃくちゃ。あれは理想の番組やな。羨ましい。やりたいな。そらもちろん確かあれも全員好きやもん。うん、まあ見てへん方が悪いみたいな感じやもんな。そう、うん、ほんまに影響力あるからな、あの人らが使ってたら。はい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 。全く興味ない商品でも安友のどこ行こで紹介しましたってなったら、うん、えほな買わなあかん、ほな買うやんってな、うん、なるな、なるな。確かにそれもいいですね、うん、なんか YouTube でやってはるあの納言のみゆきさんがさ、なんかお酒飲むみたいなやつもあるやん。はいはいはい、はい、誰か芸人呼んで、うん、あんなも楽しそうやなって思うんですよね。そうやな、あれ別に YouTube の企画とかじゃなくてもいいもんな。全然全然深夜帯でな、うん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 、ああいうなんかこうお酒飲みながらとかはやっぱいいよな。そうやな、売れてからじゃないとってめっちゃ思うけど、うん、なんかああいう好きな人呼んで、仲いい人呼んでとか、なんかそれこそさ天才さんとかのロケで私なんか作ったりするやんか、うんうんうん、なんかそういうやったことないやつにチャレンジするみたいな、あーとかもいいなって思う。はい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 。もう深夜帯で。そうそうそう。好きなことを自分でも会議するぐらいの。うん。ああ、おもろそうやな、うん。確かに。あなた、そうやな。結構いろいろやりたい人やもんな。うん。あ、制作な？制作。作品作ったり。古典しいや、古典。えみちゃん古典できるぐらい作ってるもんね。いや、そうやで、そうやで。そうやな。あの作品だいぶ溜まってるもんな。うん、おやすみなさい。おやすみ。チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？